面白かったな。では行きましょう、お便りね、はい、ラジオネームトゥーパンプスさんからですね、はい、ハニョーアーチャーアザマースアッサーアザマース、ハニョー、初めて海外駐在員として赴任したのがイギリスだったそうです。ほう、リストラに失敗して様々な問題が起きていたイギリスの工場を何とかしてこいという社長の一言で、その1週間後には一人でイギリスに渡ったそうです、はい、現地に着くと親会社を含めて日本人の偉い人たちがたくさんいました。そこへ英語もろくに話せない平社員の私が言ったので、あんた何しに来たの的な扱いだったそうです、うん、でその日本人と現地で働くイギリス人社員との関係はね、もう本当に最悪だったんですって、うんうん、そうですが、あることがきっかけに、日本人の言うことを聞かなかったイギリス人の彼らが、うん、あのトゥーパンプさんのことがね、こいつは好きだと、あ、こいつの言うことは聞こうじゃないかとなり、一気に改善が進んだそうです。わかったそれ、あ、何言われた2ヶ月の予定で帰国のはずでしたが、うん、イギリス人の工場長からずっといてくださいということで、私は1年間イギリスで仕事をすることになりました、はい、イギリスから帰国して間もなく10年になりますが、彼らとも今でも誕生日のプレゼント交換をしていると。すごいですね、素晴らしい、いいつながりでございますね。ねえ、海外の方と10年経ってもつながっている、はい、うん、あることがきっかけでね、あることがねきっかけでね、ちょっと言えなかったんですけどね、分かったんですかね、分かったなんて言ってましたけど、 お金じゃないですかお金あげたんじゃないですか仲良くしてよ、汚い大人だな本当にそんなことはないですか、そんなことじゃない、もっとすごいことでしたよ、言えないのでお金以上のことでしょうねあ、でもね、その絆をつなぐあることすごいですね、ね、うん、続いて